ただいまからいわき市宇部市災害時総合応援協定締結記念講演会を始めさせていただきます。講演会に先立ちまして宇部市長久保田邦子が一言ご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。今日の平日の日中のお忙しい中、この講演会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。災害時の相互に応援をしましょうという協定をいわき市の清水市長と先ほど協定を結ばせていただきました。その震災から2年と10ヶ月という中でこのように協定を結ばせていただきまして、それを記念をしてということで講演会を開催をさせていただくことになりました。今日お集まりの皆様は特に本市が進める復興支援活動に各方面からの多大なご支援をいただき、また現地での活動に参加をしていただき、あるいは資金的なご支援をいただきという方々お集まりをいただいております。そしてまた職員のそれぞれご出席をしてもらっております。本当皆様いつもありがとうございます。市議会から上松議長さん、そして高井副議長さんをはじめ皆さん何人もお越しいただきましてありがとうございます。まあ、そういう中で清水市長さんの方から今のいわき市の状況といったことをお話しいただきたいと思っております。ここでちょっと本市が取り組んできたことをご紹介させていただきますが、震災直後すぐですね、市議会、そして自治会連合会、そしてまた商工会議所ということで三管各民という形の連携組織、東日本大震災復興支援宇部という形で組織を立ち上げて、行政だけではできにくい支援活動をやっていこうと、末永くやっていこうということで立ち上がった、略称復興支援宇部でございますが、こういう組織を作ったことで、今日まで継続的な支援活動ができております。そしてまた市民の皆様からいろんな形での寄付金、コンサートをやりました、だからチャリティーコンサートをやりました、そのお金をお届けしました、あるいは毎月少しずつですが定期的にずっと届けさせていただきますという方もございます。そういう中で、職員の派遣、23年度は93人延べ人数93人の職員の派遣をいたしました。24年度からは、長期派遣という形で、2人、そしてまた1人という形で24年、25年度と年間を通じて職員が同じ職員がいるという形での派遣の方式に変えて継続をしているところでございます。それからまた、福島のいわき市の子どもたちを宇部市にお招きをする夏休み夢プロジェクトということを4回開催をしたということでございます。春休み1回、夏休みを3回ということで、こちらは宇部市の市内の小学校の子どもさんたちとの交流、また地元市民との交流、こちらでもたくさんのボランティアが夏休みの子どもたちの活動を支えていただきました。またいわき市に訪問するスタディーツアーを開催させていただき、被災地を見る、そしてまたそこでボランティア活動をするという形で、職員も市民も、そしてまた子どもたちもいろんな形での復興支援という形、また交流という活動が広がりつつあります。もともとは炭鉱石材に発展した漁師、これから少し交流を始めましょうということを震災が起こる1月に、そういう話をいわき市の市民団体の皆様とさせていただいてたところから、こういうことにまさか復興支援ということで、つながっていくことになると思いもよりませんでしたが、申しましたような形で職員も市民も、そして子どもたちの夢プロジェクトもという形でずっと続いてきております。専門家の皆さんのご支援をいただき、そして市民の調剤をいただきという形で幅広い活動をやっておりますし、本市も2年前に条例を作って、防災基本条例、防災文化を町に広げるという、そういう方向も確たるものといたしました。この度の災害時応援協定を締結することによりまして、災害時の相互の応援はもとよりですが、平時においても市民活動、市民交流をもっと広めていく、そしてまた私どもも被
災地の皆さんのいろんな取り組みを学ばせていただいて、災害に強い町づくり、あるいは防災文化、減災という価値観をもっと広げていきたいと、まあ、そのようにも考えております。今日は清水市長さんに、お昼、前に宇部市にお入りいただきまして、時和公園ご視察をいただきました。石炭記念館の方もご覧いただき、彫刻広場、そして温室とご覧いただきました。石炭記念館、いわき市にある化石記念館ですね、化石館ですね、私も視察させていただいたことがございますが、いわき市さんの化石館と宇部市の石炭記念館、もっとこうなんか交流ができるんじゃないかとかですね、そんな話もさせていただいたところでございます。まあ、そのようなことで、いわき市さんと本市との交流、今日からその災害時相互応援協定締結したことで、新たなまた段階に入っていくと、そのように考えておりますので、今日これから清水市長さんの話を伺う中で、またそういったことを皆さんの方からもお考えいただき、ご提案いただければ幸いに存じます。それでは皆さんよろしくお願いします。清水市長さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。では講演に移ります前に、清水市長のプロフィールをご紹介させていただきます。清水俊夫市長は昭和38年8月の生まれで、鴻池義忠代議士の秘書を務められた後、平成4年からいわき市議会議員を2期、平成11年からは福島県議会議員を4期務められ、昨年平成25年県議会議員を退職され、9月にいわき市長に当選されました。本日は震災後のいわき市が目指す姿と題しまして、ご講演をいただきます。それでは清水様、よろしくお願いいたします。皆様、お晩方でございます。これはいわき市の標準語です。夜になるとお晩ですっていうふうになるんですけども、まあ、夕方はお晩方ですっていうのが、まあ、標準語です。今日は宇部市の皆様のおかげによりまして、災害時の総合応援協定を結ばせていただきましたことを大変嬉しく思っている次第でございます。また先ほど久保田市長さんの方からお話ありましたように、時和公園の方を見させていただきまして、非常に素敵な公園、また石炭館ですか、いわきの方にも、まあ、石炭化石館という館があるんですけども、同じような館を拝見させていただきまして、非常にこうお互いこう本州の中でですね、炭鉱つながりっていうのをですね、私もこう感じたわけでございます。その炭鉱が一つのご縁となりまして、東日本大震災時、宇部市の市役所の職員の方、あるいは市民の皆さん、そして、多くの常在、さまざまな形でですね、いわき市を支援いただきましたことを本当に温かく感じておりますし、感謝を申し上げる次第でございます。私は先ほどプロフィールのお話にもありましたように、市会議員、県会議員、21年ほど議員をさせていただいておったわけなんですが、昨年9月にいわきの市長選挙がありまして、まあ、自分の生まれ育ったふるさとを良くしたいという思いの中、まあ、現職の市長さんいらっしゃったわけなんですが、立候補いたしまして、初当選させていただきました。現在50歳です。まあ、大学、東京の大学に行きまして、まあ、鴻池義忠代議士って書いてありますが、この鴻池先生というのはですね、兵庫県の先生でありまして、私が、まあ、国会の方で秘書をさせてもらったんですが、阪神大震災の時にはですね、まあ、私はもう当時市会議員になってたんですけども、これは一大事だということでですね、先生のもとに馳せ参じまして、阪神大震災の被害状況をつぶさに見させていただきました。また知り合いも多かったものですから、
震災の時こうだったよ、ああだったよっていうようなですね、お話をたくさん聞かされておったわけなんですね。で、いやそれは大変だなって思っておったんですけども、まさか弟子の自分がですね同じ震災に遭うとはですね夢にも思っていなかったわけなんですが、2年と10ヶ月前に東日本大震災という大きな地震を経験をすることになりました。で、その時は県会議員として活動しておったわけなんですが、やはり阪神大震災の時にですねいろいろこうでしたよ、ああでしたよっていう言葉がですねもう頭の中でいろいろと蘇ってきまして、非常にですね、助かったなっていうのを覚えております。ですから宇部市の皆さんも宇部市は災害はないからって、まあいろんな方から先ほどもずっと聞いておったんですけども、万万が一っていうのがありますんで、今日、まあ、私がですね短い時間ですけどもお話しさせていただくことがですね、少しでも参考になればなっていうふうに思っておる次第でございます。いわき市もですね、まあ、今の宇部市の皆さんと一緒でですね、地震もなければ台風も避けていく、災害らしい災害はない、気候温暖ないい町だなっていうのをみんなが過信してたんですね。まさかこんな津波が来るとは思ってもいなかった。ですから津波警報が海岸地域には出たんですけども、今までは津波警報が来ても大体津波50センチとかせいぜい高くても1メーターぐらいなんです。堤防を乗り越えてくるなんていうことはありえなかったんです。それが今回は8メーターを超えるようなですね津波が発生したわけでありまして、避難しなかった人が命をなくしているというような状況であります。まあ、そういうこともありますので、今日の話が、まあ、皆さんのですね何らかしらのお役に立てればなっていうふうに思っておる次第でございます。いわき市のですね、まあ、位置関係なんですけども、ここが東京ですね。東京から約200キロです。いわき市は東北の、最南端でありまして、隣が茨城県です。福島県にはですね太平洋海がございます。よくですね、栃木県とか群馬県とかとこの辺ごちゃごちゃっていう感じでですね、福島県に海がありましたってよく言われるんですけども、福島県にはですね海がありまして、太平洋岸の最南端がいわき市です。自称ですけども東北の湘南と言われてます。で、雪はほとんど降りません。ですから東京で雪が降ってもですねいわき市で雪が降らないということは数多くあります。そのぐらい気候温暖な、まあ、いいところっていうのがですね、まあ、いわき市の自慢であったわけであります。はい、で海岸線はですね60キロあります。いわき市の海岸線だけで、面積がですね、非常に大きくてですね、これがいわき市です。で海岸線です。この海岸線が60キロ、東京23区のですね、まあ、大体2倍程度、香川県のですね芝を取ったぐらいの面積で1231平方キロメートルです。人口は今現在327,723人、これはいわき市民の人口です。ただ今現在ですねいわき市民以外の人が多数移り住んでます。それはどういうことかと言いますと、この上にですね双葉郡っていうところがあるんですけども、そこが原発の近くです。でその双葉郡の方々が2万3000とも4000とも言われる方がこのいわき市に今現在移り住んで、来ております。またここ2万3000って書いてあります。で、作業員の方もですね、原発就職にあたる作業員、あるいは復興支援、海岸線の復興支援にあたる作業員の方が、まあ、7セットも8セットも言われる方がいわき市に今滞在しています。ですから今現在の滞在人口は35万人ぐらいいるんじゃないかっていうふうに言われております。はい、ご覧ください。で今回の地震です。最初に起きたのはですね、ここですね。これが東日本大震災の震源地です。そして、いわきはですね、まあ、この時津波被害を受けました。
でちょうどですね1ヶ月後の4月11日、夕方だったんですけども、いわき市直下型の地震が起きました。これでも大変な被害を被りました。これは内陸型の地震です。津波はありませんでした。短期間の間に大きな地震2つに見舞われたわけでありまして、いや本当に今思い出しても涙が出るほど大変だったなっていうふうに思います。そして、地震津波のみならずっていうような形の中での福島第一原子力発電所、この事故が発生いたしました。第一原発がここです。この下に第二原発っていうのがあるんですけども、この2つの原発合わせて10基あります。この第一原発のところに6基あります。この原発がですね津波被害を受けまして、電源が喪失、そして、冷却することができないっていう中、発電所が爆発してたんですね。当初は水素爆発っていうような形でですね、シュパッというような爆発だったんですけども、まあ、これだけの大きな地震だからこういうこともあるわなっていうふうに自分も思ってはいたんですが、黒いキノコ雲のようなのを出して爆発した時にはですね、いやもうこれはどうなるかわからないっていうふうに正直思いました。そして当時の政府がですね、避難区域をですね10キロから20キロそして30キロまで広げたんですね。で30キロとなるといわき市もこの北部地域がかぶってきます。これが市役所があるところですけども、だいたい40キロ40ちょっとぐらいですかね。ですね、当時の官房長官が言った言葉が、直ちに健康を害することはありませんと。皆さんもこのフレーズ聞いたことあると思いますけども、直ちに健康を害することはありません。直ちにということは後々はどうなるんだろうというふうに誰でも思いますよね。で、この同資源に広がるっていった避難区域、放射能はこういうふうに広がるんだなっていうふうに誰しもが信じて疑わなかったんです。ですから30キロって引かれた瞬間にもういわき市ももうちょっとだよ、これはもう危ないからもう逃げようということで、もう逃げろ逃げろのオンパレードです。もう道路は大渋滞です。当時ガソリンもですねなかなかない中ではあったんですけども、まあ、少ないガソリンをというような形の中で、いわきから郡山に出て会津を通って新潟に、この一つのルートですね、こっちに逃げる人、あとは東京の方に逃げる人、南下して、この二手に大体分かれて逃げてっていうか、まあ、避難していった方が多かったと記憶しております。しかしながらですね、当時のことを思い出しても放射線の値っていうのがニュースの終わりに必ずこう出てるんです。で、福島とかですね郡山のですね放射線量が高かったんですね。でいわき市は非常に低かったんです。でなんでこんなに低いんだろうっていうふうに思ってですね、私も当時県会議員だったんですけども、県の方でその放射線量が測ってるっていうことで、県の、まあ、いわき市に報道庁舎に、支部があるんですけども、そちらの方に行きました。この放射線の値は本当なのかと言いに行きましたらば、若い職員がですね、いや僕が測ってるんですから間違いありませんって言うわけです。いやじゃあお前が測ってるんだったら信用してあげるけど機械壊れてんじゃないかって言ったそしたらですね、いや機械壊れてないですって言うんですよ。で この機械で自分のこと測れるかって言ったんです。もう当時はですね10日以上風呂入ってなくて、同じ着物でですね、まあ作業着ですけども、水が出ないから風呂入れないです。そういう中で、支援活動してましたんで、当然自分は被爆してるだろうっていうふうにこう思っていたもんですから、ちょっと測ってみろというふうにこう測ってもらったんです。そしたらば清水議員何にも問題ありませんって言われましてですね、正直生き返りました。でもその当時はですね、みんながですね
そういうその市とですね向き合った形でいろんな支援活動をしていたのが当時の状況でありました。まあ、そういう厳しい状況の中にもかかわらずですね、上市の職員の方がいわき市を訪れて、支援活動をしていただいたということに対しまして本当に、頭が下がる思いでありますし、当時の職員の方今日私の運転をしてくれたんですけども本当に、ありがたい、もうこの言葉以外の何物でもないなっていうふうに思っております。当時はですね本当にゴーストタウンと化してしまいまして、いわき市は危険地帯とみなされまして、郡山まではですね物資が来るんですよ。で郡山まで物資が来るんですけどこの海岸の方にですね物資が入ってこないんですね。もう危険地帯とみなされて宅急便も来なかったんです。そういう状況の中一番最初に来てくれたのは自衛隊でした。もう自衛隊がですねどんどんこう入ってきた時にはこれでいわき市救われたなっていうふうに正直思ったのを今も記憶しております。日本の中にいろんな組織がたくさんあります。警察、消防、海上保安庁とかいろんな組織があるんですけども自己完結できる組織っていうのはですね自衛隊しかないんです。警察の方も全国から福島県を支援に来てくれます。でも警察の方が支援に来たらば宿泊するところを探さなきゃいけないんです。泊まるところ次は食事をするところを考えている。どうやって食事を提供しようか。これは消防も一緒です。他の組織みんなそうです。後方支援は必ずしないといけないです。でも自衛隊だけはですね、自己完結型なんですから支援に来て一切手間いらず宿泊は自分たちのテントで出ます。食事は自分たちで作るんです。そしてミッションが終わったらば帰っていくんです。いや自衛隊が日本にあってよかったなっていうふうに思いますね。外国の人一人も殺害したことなくてこんだけ日本の国民を救ってる組織は他にはないと私は今つくづく思っております。はい、これがですね、津波被害があった豊本、薄磯ですね、薄磯という町です。ここでは亡くなられた方が115名、いらっしゃいます。ここはですね、いわきでも有数の海水浴場だったんです。ですからここにはですねテトラポットがないんです。ここにテトラポットないでしょ。ですから、まあ、遠浅でですね非常にいい海岸で海水浴やるのには絶好の場所だったんですけどもまさかこんな大きな津波が来るとは思っていなかったという形で、でここに一応堤防はあったんですけども堤防がですね、決壊いたしまして、ここの町が全滅してしまいました。でここはですね山と海岸に囲まれてまして逃げるところがなかなかなかったんですね。そしてさっきも言ったようにまさかこんな津波が来るとは誰も思ってないっていう中で残ってた方々が残念にも亡くなってしまったっていうようなところです。これはいわき市の北部で久野浜っていうところがあるんですけども津波の後火災が発生しました。この火災はですね、1日燃え続けたんですね。ですからまだこれ建物建ってますけども火災がありましたので、私も下の浜見に行った時にはですね、やけど原でした。空襲にあったような感じですね。まあ戦争は私は知らない世代なんですけども多分空襲があったらばこんな風になってるんだろうなっていうような感じでですね、この下の浜の町っていうのを見させて、いただきました。この下の浜ではですね亡くなられた方が65名です。ここはですね、豊間っていう地区で先ほどの薄磯っていう地域の隣町です。ここが防波堤、これ乗り越えてきてますね。ここが防波堤です。ちょっと上がってますけどここ道路です。ここもやっぱ海水浴場だったものですからテトラポットがないんですね。
なかった分だけ津波がなんですか直撃してしまったっていう形でここで亡くなられたのは89名です。ここはですね、一番冒頭に港の写真があったかと思いますけども、その港のエリアです。ここはですね、いわきでも観光名所の一つでありまして、アクアマリンパークと言います。アクアマリンパーク、これが水族館です。でここが、港になってるんですけど、こっち側にですね、物産館があります。魚とかを売るような物産館です。その護岸がですね、津波でぐちゃぐちゃになった状況ですね。当然、水族館も当時営業してたんですけども、 お客さんをまず避難させて、1回全部津波でやられてしまいました。これは県立の施設で水族館です。はい、これはですね、山手の方です。いわき市旅人地区というところがあるんですけども、これは4月11日の余震、いわき市直下型って先ほど言いましたけども、そのいわき市の直下型の地震が起きた時に断層が動いたんですね。そしてこれ2メーター近く隆起したんです。道路、これ普通フラットな道路だったんです。ここがこれが側溝ですね。側溝がねじ曲がってますけども、こんだけ、地震によって隆起しました。でこの隆起したこのラインがですね、直線で続くわけですよ。ずっとこういう一直線になってます。それが活断層と言われるものですね。ですから、これだけ綺麗にですね、隆起するっていうのは非常に珍しいっていうような形の中で、その研究者の方々もですね、取られたっていうのを記憶しております。そこで、いわきの被害状況ですけれども、死亡者全部で446名、直接亡くなられた方が293名、ほとんどが津波です。死亡認定で、認定というのはどういうことかと言いますと、遺体が上がらないかと。この37名の中の1人に市議会議員さんも1人いらっしゃる。市議会議員さんで亡くなったのはお一人、久野浜って先ほどありましたが、あそこの町出身の市会議員さんが唯一亡くなってしまいました。遺体が上がらないので死亡認定です。でこれは関連死ですね。当時寒かったんですね。ですから、学校の体育館に、避難を余儀なくされたんですけども、まだ3月で、非常に寒い中ですね、灯油もなくて、ストーブもなかなか炊けない状況という中でですね、そういう中で、体弱っているお年寄りなんかはですね、亡くなってしまった方も多数いらっしゃいました。で建物被害が9万541棟、全壊、大規模半壊、半壊、一部破損っていうのがあるんですけども、私の家はこの半壊でした。屋根瓦が全部落っこっちゃいまして、多少家が曲がってます。でもそんなのはですね、25,257分の1ですから、他にも多くの被害を皆受けております。当然市の職員も被災者であったわけなんですけども、当時は被災者を支援するっていうような状況の中ですね、みんなが苦労してたのを思い出されます。そして、このいわき市民の市外避難者、いわき市は放射線の値的にはですね、私は大丈夫だろうと思ってるんですけども、それでもですね、やはり見えないものに対する恐怖、あるいは直ちに、というような言葉の中でですね、いわき市にはいられない、小さいお子さんをお持ちのお母さん方が、やはりこれだけの方が市外にですね、避難しているというのは非常に悲しいことだなというふうに思ってますし、できることならですね、この人たちに一日も早くいわき市に戻っていただけるように努力をしていかなくてはいけないなというふうに思っております。で本当に宇部市民の皆
勿来地区、いわき市でもですね、茨城県に近い地区に勿来町というのがあるんですけども、その勿来町を中心にですね、職員の派遣、そしてボランティアセンターの運営をしていただきました。自分もこのボランティアセンターに行った時にですね、上の市役所の職員の方が本当に地元のボランティアと一緒になって頑張っている姿を見てですね、非常にありがたいなというふうにも思いました。そして宇部市からはですね、多くの民間ボランティアの方もですね、いわきの地に訪れていただきました。そして先ほど市長さんもおっしゃいましたが、子どもの交流、夏休みの夢プロジェクトとかスタディーツアーとか、そういった交流事業もですね、実施していただきましたことに感謝を申し上げる次第でございます。そして今現在ということですが、宇部市の皆さんのところにいわき市の3世帯7名がお世話になっているということであります。非常に感謝を申し上げたいと思っております。ありがとうございます。これは当時の野良線でですね、上の皆さんが来て、これから多分土砂上げかなんかに行くようなところだと思います。ここで、今日の場所はこういう場所ですよってこの方から説明を受けて、これから行くぞっていうような多分写真だと思います。これはこれは原発ではありません。これは勿来地区にある火力発電所です。この周辺、この川、サメ川っていう川があるんですけども、その川をやっぱり津波が上がってくるんですね。ですから、そのここはですね、非常にこう地域に愛される河川敷公園なんですけども、そこが多分泥が上がってしまったっていう中で、その泥上げの多分作業ではないかなっていうふうに思います。これはいわき市の小浜っていう地区の津波被害があったところ、上の皆さんが泥上げをしていただいているところです。ここに家が建っておりますけど、これ玄関ですね。これ窓だと思うんですけども、1階が全部津波で現れてるんですね。これ壁抜けちゃってますね。ですから、津波がこっちからこう言ってます。こういうふうに言ってます。で、後ろ壁が抜けてるんですね、ズボッと。だから2階にいれば助かったと思います。ここではですね、幸い亡くなった方は、2名、ということです。でも、2名でもお亡くなりになったというのは非常に辛いことではあります。でこれはですね、勿来の支所、いわき市の出先機関ですけども、そこでこの市民の皆さんが住宅の被害とかを届ける罹災証明を受けているわけなんですけども、そこに応援に来ていただいた宇部市、山陽の小野田市の皆さんがですね、ここでいわき市民の皆さんの被害状況の受付をしてくれている姿です。そして現在はですね、応援職員ということで、市のいわき市の土木部土木課に村上さんが在籍してくれております。担当している主な業務はですね、災害公営住宅の整備造成、そして、避難路の整備、道路の改良、技術を担当していただいているわけでありまして、非常に助かっていますし、感謝を申し上げる次第でございます。村上さんからの一言とありますけども、震災後これまでは応急復旧が中心でした。平成25年度からは本格的な復興事業が進んでいます。今からが勝負です。しかし復興に向けてはまだまだ時間がかかります。被災地に対する支援は引き続き必要ですと温かい言葉を述べていただいております。本当に感謝申し上げる次第でございます。先ほど来からなぜ宇部市がいわき市を支援していただいたかという、ここに関わりということで書かせていただきました。本州の中で、2つしかなかった宇部と宇部大峰炭田とですね、いわき市にあった常磐炭田、これがですね、明治以降の日本近代化を牽引してきた石炭産業ということで、このつながりがあった、そして
していわき市のその丹田市研究会の皆さんがですね、久保田市長さんに震災の前にですねお会いしてたっていうのが大きなきっかけではないかなっていうふうに思っております。また石炭産業もですね、流星期には両丹田の間において最多技術に関する交流などが一時茨城県高木市において宇部港さんが採択していた。そして、宇部港、小名浜港、これは小名浜港というのはいわきのにある港です。でこの2つの港がですね国際バルク戦略港湾石炭の部門なんですけど指定されているというんです。このバルクっていうのはですねこうバラバラの貨物っていう意味です。その貨物を重点的に出入りさせるっていう港っていうことでこの国の方からこういう指定を受けております。先ほど言いました丹田市研究会、このいわき市の団体なんですけども、まあ、宇部市の方を訪問させていただいたということですね。本当に袖に合うも多少の縁ではありませんけどもこういったつながりの中でですね、今日応援協定を結ばせていただいたというのは非常にありがたいことでもありますし万万が一ですね、宇部市の方で何かありましたらいわき市としてはですね、全面的に支援をさせていただくことをこの場をお借りしてお約束させていただきたいと思います。これはちょっと私なんです。これヒゲなんですよね。2ヶ月ぐらいヒゲ伸ばしてました。なんでヒゲ伸ばしてたかというとですね願掛けではないんですけども自分の自宅で風呂を入れるようになったら消えそうっていうふうに思いまして2ヶ月自分家で風呂入れなかったんです。それはなぜかって言いますと水が出なかった。で水が出たなと思ったらガスが出ないんです。でそうこうしているうちに1ヶ月後にまた地震があってまた水が止まってしまった。水が止まるとですね大変なことが起きるんです。皆さん想定してみてください。困ることがいっぱいあります。風呂なんか入らなくても死にはしません。でもですねトイレが困るんですよ。トイレこっちゃんだったら問題ないんですけど今はほとんどが水洗ですから。どうしたのかって言いますとお風呂にあった水をですねバケツに汲んで流すわけです。で流す時もトイレットペーパーがあったらば詰まります。汚い話ですけども万万が一そういう時があったらばトイレットペーパーは絶対トイレに流しちゃダメです。トイレットペーパーはゴミ箱かなんか袋かなんかに拭いたらそこに捨てる。右だけそれをですねお風呂の水で流す。これをやらないと必ず詰まります。お役目化しました。これで習慣なんでやっぱ拭いたら入れちゃうんですよね。でトイレットペーパー入れたの誰だって子供と何回も喧嘩しましたけど、なんでこんなことで喧嘩してんだろうとか思いながらもですね。あとですね食事も困ります。食べるのはいいんですけども食べた後の食器です。水がないから洗えないんです。ですから、お皿とか茶碗にですねサランラップをこう敷くんですね。でサランラップの上にご飯を乗せおかずを乗せてそして食べてでサランラップは丸めて捨てる。水がないとそういう風になるんです。いちいち皿使って油もんなんかは大変ですから、まあ、油もんって言ってもそんな食べる状況になかったっていうのもあります。だから、まあ、缶詰とかですね、まあ、そういうものが多かったわけでありますけども、あとは日頃からですね物資っていいますか食料をやはり溜め込んでおいた方がいいですね。でどういうものかっていいますと例えば砂糖の切り餅とかですね、あるいはですねお餅とか、あるいはですね即席ラーメン、あとはカップヌードル、こんなに余分に買わなくてもいいんじゃないかって思うかもしれませんけども多少は余分にあった方がいいと思います。普通災害にあったらですね3日持ちこたえれば
助けに来てくれます。ただ今回福島県の場合はですね、原発事故というのがありましたので、1週間以上かかりました、物資が入ってくるまで。ですから、まあ、原発事故さえなければですね、まあ、3日持ちこたえればなんとかなると思っておりますので、お風呂の水は絶対空にしないそういうのも大事かなというふうに思います。はい、次行きましょう。これはプラカード、常磐炭鉱が閉山したときに炭鉱から観光へということで常磐ハワイアンセンターというのがレジャー施設ができまして、そこで、踊ったフラガールの後輩たち、映画フラガールでも有名になりました。そのフラガールの皆さんがですね、4月の地震で、施設が被災しまして、10月の再開まで時間があったわけなんですが、全国を回りしました。この宇部の空港にも来て、踊られたというようなお話を聞かせていただきました。ぜひ機会がありましたらはいわきに来ていただきまして、このハワイアンのショーをですね、見ていただければなというふうに思います。私が目指すいわきの姿といえばありますが、私は選挙の時に衣食住というのを公約として歌わせていただきました。衣は医療の衣、食は雇用、住は住宅なんですけども、この衣、宇部は山口大学の医学部があるということで、お医者さんにはそんなに困ってないというようなお話を聞きましたが、どこの地方都市も医師不足です。いわきもご多分に漏れずですね、お医者さんが少ないんですね。で病院に気分医のお医者さんが少ないのですから、救急車が来てもですね、30分も40分も発車しません。それはなぜかと言いますと、病院が決まらないと救急車が発車しないんですね。で決まるまでにですね、3、40分がかかっちゃうんです。いわき市立の共立病院ってここにありますけども、この病院が市の病院ですから、最後はここが受け入れるわけなんですけども、できれば他の病院で受け入れてほしいということで、他の病院に電話してて、もうどこも受け入れ手がないんで仕方ありませんから、なんとか受け入れてくださいっていうのに3、40分かかっちゃうんですね。で、まあ東北大学医学部とか県立医大、福島県立の医大があるんですけど、そこと連携してなんとかお医者さんを確保しなくちゃいけない。12月に県立医大と協定を結びまして、2人産婦人科のお医者さんが共立病院に今年から来ることになりました。これはちょっと明るい話題なんですけども、まあ、できれば山口大学の医学部の先生もですね、医学士に来ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。誰か関係の方いたらよろしくお願いします。はい、で今新病院の建設というのをやっております。今のところの予定では670床程度の病院を今建設予定です。で新しい病院を建設すればですね、お医者さんも来ていただけるんではないかというような思いで今この計画を進めているところです。はい、そして職です。職は雇用なんですけども、どうやって雇用を確保していくかということなんですけども、まあ、戦略的なことが必要になるわけなんですが、私としては再生可能エネルギーの関連産業の誘致、太陽光とか風力とか、まあ、これはどこでも言っていることだと思うんですけども、まあ、プラスですね、私は蓄電とかバッテリー、これは日本がまだ世界のトップレベルを走っているものですから、バッテリー産業をですね誘致することによって、自然エネルギーもですね安定的な供給に寄与することができるというふうに思っております。またここ地区でありますね。で医療機器や地区での成長産業には集積した。そしてこのロボット産業というのが唐突に出てくるんですけども、これはどういうことかといいますと、原発廃炉、これ30年も40年もかかると言われております。まあ、残念なことなんですけども、災い転じて福となすということが大事だと思いますので、原発の最前線基地であるいわき市から原発の廃炉を進めていくということを今国の方にお願いをしています。
原発廃炉の国際機構というのが東京に立ち上がったんですけども、その本部が東京にある必要性はないでしょうと、ぜひいわき市に持ってきてください。でその研究機関がですね、いわき市に来ればそれに付随して企業とかなんかもいわき市に張り付いてくる、イコールロボット産業、廃炉のためのロボット産業もいわき市で新しい産業として芽生えてくるんじゃないかと。そして世界にはですね、原発がたくさんあります。でその原発も古くなれば廃炉にしなきゃいけません。で廃炉にするときは福島県のいわき市に聞けと言われるぐらいにですね、技術革新を起こしていければいわき市は今回の原発で悪いイメージで有名になりましたけども、違う意味で、世界をリードする新産都市になるんじゃないかなという思いを抱いております。そしてこれ国がやってることなんですけども、洋上風力発電の実証研究を今やっております。あとこれは先ほど勿来に火力発電所ですよって言ったのがありますけども、その火力発電所の隣に石炭をガス化して発電するという世界最先端の発電所を建設が予定されております。そして先ほど港の写真がありましたが、小名浜港をさらに活性化させていくということで、雇用を確保していきたいというふうに思っております。これが洋上風力発電と言われるものです。これは国の方がやってるんですけども、丸紅、三井造船、三菱重工業、東京大学など11団体がですね、共同事業体を作りまして、今これ浮いてるんです。海にこれそこにこう杭を打ってるわけじゃなくてですね、海に浮いてる状態です。そういった風力発電所をやろうという実験です。来年度なんですけども、これよりも大きな風車がですね、2台ほどまた国の予算で、いわき沖に付けられる予定です。そして住宅です。でなぜ住宅が出てくるかと言いますと、先ほども言いましたように原発周辺の方が2万3000人もいわきに移り住んでいます。津波被災あった方も自分の家が流出してしまったんでアパートとかに暮らしています。今不動産が非常にいわき市は枯渇しておりまして、住宅を供給していかなくてはいけない。津波被災あった方には災害公営住宅、これは今順次市の方で発注をしております。でもやはり持ち家を持ちたいという方もたくさんいるものですから、その持ち家を作っていただくためにはですね、市街化区域の拡大、あるいはその調整区域の見直しとかいうようなことをしながらですね、住宅用地を確保していかなくてはいけないというふうに思っております。そして復興の、総仕上げとしてですね、平成26年、生活基盤の再生、先ほども言いましたが災害公営住宅、これ順次発注して今どんどん、いわき市の各地に立っております。また防災計画見直し、そして原子力災害対策をしていかなくてはいけない。そして、経済産業の再生創造ということで、この見える化プロジェクトっていうのは聞き慣れないかもしれませんけど、見える化っていうのはですね、いわき市の農林水産物は放射線から安全ですよというようなことをですね、ホームページとかで公表させていただいております。福島県産あるいはいわき市産の農林水産物は全て放射線の値を測っています。ですから逆説的に言うと福島県ほど安心な食材はないんです。これ隣の県とかですね、他の県の悪口を言うのは差し控えますけども、他の県は正直測っていません。多分大丈夫だろうというような形の中で測ってはいません。少なくとも福島県のものは全て測ってまして、値が高いものは市場には出回っておりませんので、そういったことをプロジェクト化して進めていくというのが見える化プロジェクトであります。で、水産業の再生、これが一番厳しいところなんですけども、原発の汚染水の問題、
ありますので、まだ漁業関係者の方、本格操業というところには至っておりません。試験操業ということで、取った魚、それを測っては売り、測っては売りというような形の状況が今も続いております。そして、持続可能な商工観光業の復活というようなものを目指しています。これは災害公営住宅です。これは絵ですけども、これは一戸建ての公営住宅です。これが見える化プロジェクトに参加していただいている、農業関係者1000人、田んぼに集結って書いてありますけども、はい。そして、これから、私にとってはですね、26年度予算というのが初めての通年の予算になりますので、そういった中ですね、やはり子どもを産み育てていただかないとですね、復興にはつながりませんので、子育てしやすい先進都市を目指していくために、出産祝い金制度を創設して、一人でも多く子どもさんを産んでいただきたい。そして、教育環境を充実させていく。そして、安心してですね、遊び運動できるグランドの整備とか、体育施設の整備などをしていく。そして、情報提供のスピード化というような形の中でですね、自分はツイッターとかフェイスブックとかやっているわけなんですけども、そういったSNS による情報発信によりまして、市民の皆さんと相互通行できるような市政運営をしていきたいというふうに思っております。またこれいわき応援大使という名目なんですけども、いわきを応援してくれる人をですね、大使に任命して、これからも お互い交流を深める中ですね、いわき市を PR していただきたいなというような思いであります。これはですね、小名浜港、これ港です。先ほどの水族館がこれです。これ漫画ですけども、でこれは物産館です。もうこれはすでにあります。さっき写真で崩れてたのはこの辺ですね。この辺が津波でやられたところです。でここにですね、ショッピングモールができます。イオングループがですね、震災後復興支援ということで、岩手にイオンを出店したいというような計画が持ち上がってまして、今計画を順次進めているところでありまして、このイオンのモールができますと、この小名浜の港の一角がですね、一大観光都市ゾーンというような形でですね、多くのお客さんが来るような場所になるんではないかというふうに思っております。平成27年度末を予定しております。28年の、当初くらいの目標で今進んでおります。これはですね、今年の2月9日に開催予定のサンシャインマラソン、もう5回になります。これは第4回の時の写真ではありますけれども、今回このマラソンがですね、登録者数が1万人を超えました。全国にマラソン大会数多くあるんですけども、その中でもですね、ランナーの方から非常に評価が高くてですね、おもてなしがいいということで、ベスト10の中に今このいわきのマラソン大会が入っておりますので、ぜひ、宇部市民の皆さんもですね、我こそはと思う方はですね、今年は登録終わってしまいましたけども、来年、参加をしていただければなというふうに思っております。これはですね、何だろうなって思っておりますけども、皆さんのところにも資料があるかと思います。超高速参勤交代という映画です。今年の6月公開です。松竹系で公開されます。でこれが何なのっていう話になるんですけども、これはですね、いわき市に藩が、江戸時代に藩が3つあったんです。いわき平藩、これは5万石の、一応大名で、老中もやった殿様がいるんですけども、その平藩のですね、分家として湯長屋藩というのが実はありまして、その湯長屋藩の殿様がですね、大活躍するっていう映画です。これは内容はフィクションです。で、この映画が今年の6月に公開されるんですけども、この作者がですね、土橋さんという方なんですが、
東日本大震災の時にいわき市を訪れたそうです。そして、支援活動ボランティアでやったらしいんですけども、いわき市民の皆さんも福島県民の皆さんも何にも悪くないのに国は何にもしてくれないと、自分で何かできないかって思った時に、あ、俺は文章を書くことができるから小説を書こうということで、小説を書いたんです。で、江戸時代のちっちゃな1万5000石の仁田ヶ谷藩の殿様が将軍様に物を申すっていうようなストーリーです。現代版にすると角が立つんで江戸時代の時代劇にしたっていうことなんですけども、まあ、話の内容はですね、仁田ヶ谷藩に金座が出たという疑いを幕府から受けまして、参勤交代でですね、通常いわきから江戸まで8日かかるんですけども、それをですね5日で来いというふうに言われまして、ドタバタしながら江戸に向かって走っていくというような話です。殿様役がですね佐々木蔵之介さん、ヒロイン役がですね深田恭子さんということで、非常に配役も素晴らしくてですね、いわき市としては第二のフラガールになるんではないかということで、支援体制をこれから組んでいきたいというふうに思っております。松竹系ですから、全国公開になりますので、ぜひ6月映画館で、超高速参勤交代見ていただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。そしてですね、これは来年の5月になりますけども、日本が主催する太平洋島サミットというのがあります。これはですね、今まで沖縄でやったり北海道でやったりしてたサミットなんですけども、今回安倍総理の決断でですね、来年の5月福島県で開催するというのを決定していただきました。そして福島県のいわき市に決定がされたわけでありまして、場所はこのフラガールのある施設で、スパリゾートハワイアンズっていう施設があるんですけど、そこをメイン会場にして、太平洋諸国の方が17カ国の大統領の方が集まってですね、サミットを開いていただくことになっております。福島県ではですね、大統領級の方が来て会議をやるサミットをやるというのは今回が初めてのことになりますので、いわき市としてはですね、おもてなしの気持ちを持ってですね、その大統領あるいは夫人あるいはご家族あるいはお付きの人をおもてなしすることによって、福島県の今のですね、正しい状況を見ていただきまして、風評被害のですね、払拭にもつなげていきたいなと、そして世界にアピールしていきたいなというふうに思っております。日本の復興はいわきからというふうに歌わせていただきましたが、宇部市役所そして、市民の皆様に東日本大震災からのご支援に感謝を申し上げますとともに、本日相互の応援協定をですね、結ばせていただきましたことに感謝申し上げる次第でございます。災害時の応援のみに関わらずですね、この協定を一つのきっかけとして、今後市民の交流をですね、さらに深めていければなというふうに思っておりますので、どうぞ今後ともいわき市よろしくお願いしたいと思っております。久保田市長さん、こういう機会を作っていただきましたことに感謝を申し上げたいと思います。そして議会の皆様、ぜひいわきの市議会とも交流をさせていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。本日は拙い話でありましたが、ご清聴誠にありがとうございました。